おまけの夜です。このチャンネルは深夜のファミリーストークのひわめきアせイマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございません。知識のあるなし上下がつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。えー、ディズニープラスで配信中。七夕の国考察レビュー。<laughs> えー、こちらですね、ちょっと今回まあディズニープラスさんからね、ご依頼いただきまして、えー、この七夕の国っていう作品の考察をしてほしいというですね、 まあご依頼いただきましたねこれはもうね最近、まあ、私コナンくんですから <laughs> 腕が鳴るぜということで、えー、今ディズニープラスさんで七夕の国という作品が、えー、配信中です、えー、この動画が上がる時には7話まで更新されてるはずです配信されてるはずなんですけれども僕5話までしか見てませんので えー、5話までの考察になります。どういうことやねんって思うかもしれないけど、えーまあ、僕まだ5話までしか見てないから5話までの中でちょっと考察させていただきます。なのでまだもしこの作品を見てない人はもし興味持ったらね5話までのネタバレは含みますんで、まあ、興味を持ったら、えー、この、ね、動画止めて。 七夕ダクドラマ見てもらってでそこから僕の考察見てもらってもいいですしもし見てる人とかねもう7話まで見てる人とかいたらですね僕の考察が、まあ、めちゃくちゃ筋違いかもしれないし意外といい線いってるかもしれないしこいつ合ってるな間違ってるなっていうねそこら辺も含めて楽しんでもらえばなって思います。い、ま、い、あ、いろんんんななな楽ししみ方ががででできるかなーなんて、ねまあ、ちょっととと言い訳がまますけれどもね <laughs> とりあえず5話までの、えー、考察と、まあ、レビューを させていただきますで。まず前半は5話までの感想を軽くでその後に5話までの解説僕の解釈解説考察をちょっとさせていただきます。でこのまず概要といたしましてはこの七夕の国こちらはですねあの寄生獣の岩昭仁さんの え作品でございましてなんと見てみるとですね今回これ「ガンニバル」チームのね制作スタッフがえ今回作ってる作品ということで、まあ、クオリティもかなり高くてですね見応えたっぷりで「頂上現象ミステリー」みたいなね感じで歌ってるんですけれども少し不気味で怪しい雰囲気を持ちながらも、えー、緻密な設定でね、えー、これどういう話なんだろうどういう展開になっていくんだろうどういう設定なんだろうっていうのが、まあ、この登場人物たちと一緒にちょっと謎解きをしていくような感覚もあります。 はいなんでまあここでねえ僕のね名推理を求められてるわけなんですけれども <laughs> でで実際に見てるみるとですねこれはあのー、おべっか使ってるわけじゃなくて結構面白いです普通に普通に結構面白いその超常現象ミステリーということでその謎解き要素もあるし、えー、ちょっとね怪しいことが起きたりとか不思議なことが起きたりビジュアルでもね結構ね楽しませてくれるんで変わり者好きも好きだし いわゆるこういうちょっと硬派でサスペンスなミステリーが好きな人も好きだと思いますあのガンニバル好きだった人だったらね意外と今回もですねだからガンニバルのような作品ではないんだけれども制作チームも一緒なんであの雰囲気あの味わいを持ちつつ今回は頂上ミステリー系っていうようなねちょっとジャンルが少し違うような作品になってます。 ストーリーリはですね主人公の、まあ、南丸くんっていうね、まあ、男の子大学生がいまして、まあ、彼がですねこうなんかねうわなんか変な「ひょえー」ーみたいなね「おひょひょー」ーみたいな全然違うけど <laughs>「おひょひょ」ーみたいなことを言うとパーンとか言ってですねパンチ穴で開けたぐらいのこんぐらいのちっちゃい丸がパーンって開くと。 で彼はそれを超能力と言っててあるサークルで「わすげえ!」とか言ってねこの力何に使えるんだろうねみたいなことを言いながら「マジの超能力だすげえ!」とか言って、まあのほほんと過ごしている主人公南丸くん。でそんな彼がですね大学教授に呼び出されるんですね。でその大学教授のところに行ってみるとその呼び出した大学教授がいないんですよ。 えー、ある村に、えー、調査に行ってから行方不明なんだとでそこでこの南丸くんが来たので君はね何か関係してるかもしれないから、えー、ちょっと一緒に調査に行ってね彼をあその教授を探してほしいみたいな話になってくるんですねある場所でですね、えー、あるおじさんがですね突然球体上に体をえぐられて死んでいるっていう、まあ、怪奇事件が起きるんですね。で もうどうもこの丸い球体状にえぐる力と主人公がねパーンってパンチ穴を開けるその超能力っていうのは同じ力なんじゃないかっていうような話にもなっていきますしあとその村ですねどうもその教授が自分の祖先自分のルーツをたどってたどり着いた村らしいと。でこの教授もどうやら 穴を開けれるっぽかったよっていうのが分かってくるんですねこの教授が神丸さんって言うんですけどもこの神丸教授と南丸くんっていうのは遠い親戚なんじゃないかでここでこの 血族っていうかねこの血縁関係にあたる人はどうもその不思議な力が使えるっぽいそしてそのルーツをたどると丸神の里丸神の里という場所があるらしくてねそこの丸川町というところに行ってみようっていうふうになってですねそれで探索しに行って、まあ、だからこっから若干その怪しい村コア系も感じつつ教授に何があったのかこの超能力っていうのは何を意味するのか何が今 この世界で起きているのかっていうのを解いていくまあサスペンスとかミステリーに近い形になってます。じゃあこれ何が面白いのかっていうとまネタバレにならない程度に言っていくとどうもこの超能力 を持つこの一族の歴史みたいなものが戦国時代の一族からえ今回のこのルーツっていうかね話筋がつながってるんじゃないかっていう結構歴史をまたいだミステリーになっていてでもっと言うと「この山変じゃない?」みたいな人工的に作られた山っぽくないとかえであとね「七夕の国」っていうまあタイトルもあると通り。 どうもこの物語と関係してるんじゃないっていうですね。まあ、いろんな設定、まあ、ある種神話だとか歴史だとか、えー、まあ、超能力とか超常現象みたいなものが、で全てこうなんかこうつながっていくような面白さで、でそれでいてその丸く え,えぐるっていう力がですね最初はちっちゃいんだけど悪い商売に使ってみたりとか、えー、もっと強力な丸い玉を作れるやつが現れてきてえとんでもない力を発揮してみせたりとかなんかちょっとサイキックなアクションものっぽい要素も面白いし、まあ、何より絵がね結構綺麗でいいんですよね。なんかか撮り方ももいいいしクオリティもいいから 最初ねその合戦のシーンみたいなのがあってねものすごい3,000の兵みたいなのが現れるシーンとかもね最近でもね「あのキングダム」とかありましたけどもなんかあんな感じっていうか意外とビジュアルでちゃんと見せてくれるパワーがです、ね、あるんですよねだから結構見てて静かなんだけれどもずっと飽きないしえ結構面白いなって思いながら普通に1話2話3話4話5話ってパーって見れましたね。ちょっっっと最後ままで見てててレビューあげようかなって思ってますそれぐらい結構僕は今 えこの作品楽しんでますんでえここで興味持った人はですねぜひ見てみてくださいもう夏だしね時間もある人もいると思いますからえこの夏にねこの七夕の国見てみるの全然いいと思いますよ結構楽しめると思いますではえここからねじゃあ僕がこの物語をねこのどのように考察していくかっていうのをやっていきたいと思いますではえ順を追ってですねこの物語のじゃあ考察ポイントっていうか謎解きポイントミステリー要素としては何かっていうと丸く穴を開ける力っていうのは何 何なのかそしてそれを使える一族っていうのは何者なのかそしてその一族に隠された秘密 っていうのは何なのか七夕のこう伝説になずられているこの秘密みたいなものは何なのかなっていうのを考えていくとこの物語が楽しめてまたこの物語の最終的なね到着地点にたどり着くのかなって思いますあとねこれ言うの忘れましたけど僕もちろん原作は未読ですだから原作読んだ人は全て答え知ってると思うんですけど僕読んでないのでそこら辺もねちょっと加味していただいて、えー、見ていただけたらなっていう風に思います 5話まで見た中での純粋な考察といたしましてまずですねその戦国時代に話は戻って丸神の里っていうところでね、えー、島寺の島寺道康ってやつが、まあ、この土地を奪いに来るっていうところから始まるんですね。でこの土地を明け渡せここはね大事なあの城を建てる場所になるか明け渡せって言って丸神の里に来るんだけどもその丸神の里の一族のやつらがそれを拒否します。でそこで えー、それを交渉に当たった南丸喜十郎忠頼っていうやつがですねその島寺のやつらに首を切られちゃうんですね。でこの南丸喜十郎忠頼っていうこの名前「南丸」っていう名前 これこそ主人公の南丸くんとを引き継いだ名前になってるわけですよ、えー、新刊一番偉い人やばなんかもう顔白ずくめのね何も見えないやつがいるんですけどもこの人が丸上政よりという名前なんですね丸上政よりこのまず丸上政よりっていうその一番偉いやつの声がねどうも山田孝之さんっぽくねって僕は思ってるんですねで山田孝之さんよりゆき えー、丸神頼之さんっていう名前で出てくるんですね。で、この丸神正頼さん、あま丸神正頼の子孫にあたるのがおそらく丸神教授。丸神教授は名前が丸神正美っていう名前なんですね。 はい。でね、ここら辺の家系図がもう実はすごく重要なのかなーとか僕は考えて思ってたりして、えー、あと主人公の男の子がこの教授を探してほしいって言われた時に教授の写真を見せられた時におじいちゃんって思わず言うんですねおじいちゃんなのあいやおじいちゃんじゃないんですけどなんかそんなひらめきがあってみたいな話をするんですよでおじいちゃんはおじいちゃんでいるんですよちゃんとおじいちゃんの思い出が語られるのになぜかそのまさみさんを見た時教授を見た時におじいちゃんって言うから,だからおじい ちゃんって思わず言ったんだけど直接の家系で実は繋がっているのか、えー、ここら辺の家系図がめちゃくちゃ気になるだからもしかしたら南丸くんは、えー、丸神家の実は直属の家系の可能性もあるなとかこの苗字の違いとか名前らへんのねここら辺の家系図っていうのがすごく気になるなって思ってます 「丸神の里」っていうところに行くんですけれどもここに行くと東丸幸子さんっていうね女の子に出会うんですね主人公が。でこの東丸って名前もね南丸くんと東丸さんですよまあ何かしらの関係はあるだろうと一緒に七夕のお祭りっていうのが開催されてそこで橋の上で 2人で語り合うシーンがあるんですねでももちろん七夕のお祭りで橋の上ってなったらそのまんまやっぱり織姫と彦星っていう存在に当たるわけだよねで、そうするとこの織姫と彦星なのがこの2人だってわかるとまあこの物語の主人公は確実にこの2人なわけですねで、えー、でこの2人が持ってる能力っていうのがあるんですねそれが南丸くんが使えるこの穴を開ける力これは 手が届くものって呼ばれてるんですねで東丸さんは窓を開くものっていう風に言われてますでこの手が届くものが窓を開くものの力をも 持った時に新官になれるって言われてまあ、つまりこの村で一番偉い力を持った人になれるっていうまあ、そういう素質を持ってるっていう話になるわけですねここで僕はちょっと面白いなと思ったのは手が届くもの手が届くものっていうのと窓を開くものっていうのはですねやはりこの二人の彦星、織姫と彦星っていうものを考えた時にこれは一個のラブストーリーであるしこの超能力もですねまあ、ある意味オスとメスっていうですねまあ、印象、まあ、メタファーをやっぱ感じる 感じるわけですね手を伸ばすものっていうのが、まあ、ある種男性気的なシンボルにも感じるしそらく意図的じゃないかなって僕は思うんだけども原作はね、えー、そういった、えー、シンボルっていうかメタファーを感じるんですね。っていうのもこの寄生獣の時からすごい社会的な問題とか環境問題とかあるいは生物的な視点 をやっぱ感じるのがやっっぱ寄生獣だったしこの作品もね若干そういったところやっぱ感じるなって思うわけですよ。2人が離れ離れになってしまった織姫と彦星っていう存在だしもっと言うとこの2人が「ニコイチ」っていう意味合いも込めてやっぱ手が届くものと窓を開くものでこの2つが揃った時に新刊になれるっていう話になるのでやっぱこの2つが合わさるっていうことに何かそのニコイチえ意味合いがすごくこもってるんじゃないかなと思うんですね。ってなるとおそらくこの主人公の 織姫と彦星が通じ合った時に僕はこの主人公は何かしらの能力が覚醒し、えー、新化的なパワーを持つんじゃないかなとかね、まあ、考えてこういう話の構造としてね、えー、そういうことを考えていくわけですね。 ではなぜこの村の人たちは丸神の里をその外部のものから守ってるのかこの村このになってこもある僕なりに考察していくとこの土地にすごく重要なものがあるっていうのはまあわかるわけですよね。ここじゃななきゃダメな場所ものがあるじゃあこのここじゃなきゃダメなものそれがさっきの人工的なんじゃないかなと思われる山これがえまあどういった山なのか。 まあその丸くえぐる力があるからまあそういった力によって切り崩されたとても自然的には生まれないような形の山なのかもしくはもっと宇宙的な空から飛来してきた何かがあるのかでねここでもう一個面白いのはですねここに伝わる伝承やグレゴリオ歴とか戦国時代から伝わるこの旗印に か描かれているカササギっていう鳥とかは当時の日本には存在しないものなんですねそうするとこの物語は実は時空を超えた話かもしれないなっていうのも面白いだから彼らが守ってるものはもしかしたらその軸軸タイムワープなのかもしくは次元も違うところからこう行き交う何かを それれを秘密とししてて守っいいる場所ななのかもしれないそこにその山っていうものがすごく深く関わっているのかなそれはもしかしたら宇宙から来た UFO 的なものかもしれないし未来から来たタイムカプセル的なものかもしれないしまあそういった何か次元とか軸空,空間宇宙っていうものを超えた何かが実はここにあってそれを守っているのかもしれないなとかえそういった想像もできるわけですね。えー、丸くする力力力っててていいうののは人間をを超えていてそのもしかしかたら宇宙的な力を 受けた人間なのかもう宇宙人なのか未来人なのかそういったパワーをえ覚醒していくとどうもなんかこうおでこに水晶みたいななんかダイヤみたいな宝石みたいなのができたり腕にできたりしながら人体が変化してそおそらくそのパワーを使えば使うほど えー、人間らしからぬ体の姿になっていってしまうっていうそういった秘密を持ってるっぽいその力を覚醒すればするほど、まあ、ある意味そういう DNA とか細胞単位で変化をもたらしてしまうんじゃないかなっていうのも、まあ、一個面白いですね。まるで何かをえぐった時に 袖えぐられたものは質量保存の法則に反してしまうからどこに行ったんだろうとどこに消えてしまったんだろうっていうのが気になるわけですねだからただ消えちゃうわけじゃなくてどっかに移動してるんじゃないかなとかなんかそういったことを僕は考えるし何も考えないってことはないんじゃないかなって僕は思っててでそこでこの空間ができた時にこれが中だ 丸いものをねこの「中」っていうのが窓の外なんだっていう話になってこれががががねねビジュアルと頭がこんがらがあるんですよねこうやって「中」があってこれが「窓の外」って言われると我々はこれがここにあるから我々の中っていうイメージがあるからこれが「外」っていう感覚がえちょっとね文字と頭でこんがらがあるんだけどこの「中」っていうのは「窓の外」なんだと。手が届くもののっていうのは この窓のの窓外に手が届くものっってていう意味なんだってそこで気になるのはやっぱりこの「中」っていうのが窓の外っていう存在そして窓を開くものっていうさっきの東丸さんの能力みんんな共通の怖いいいい夢悪夢悪を見るることって言ってて言ですね、はい、いいですねはかちょっと話こんがらがありますけどだからこの「中」っていうのは窓の外つまり別次元別空間でそれがもしかしたら異空間なのかもしれない。 で、えー、窓を開くものっていうのは共通の悪夢を見るんですねでこの共通の悪夢のビジュアルっていうのがどうもこの窓の外の中に沈んでいくような夢を見てるわけですつまり彼女たちが見る共通の夢っていうのはきっと窓の外と呼ばれるものの中を体験する夢みたいなものを共通で見てしまうんだと思うんですね だからそれはもしかしたら夢なのではなくって行ってしまう寝ている間にこっちの世界に行ってしまうようなもしくは通じ合ってしまうようなそれが窓を開くものこの丸神の里の丸里中でで発動すする能力なななんんじゃいいかなっていうふうにも思うんですね、えー、それが、えー、僕が思うのは教授の丸神、ま、正美さんが探索に行っておそらくそこでその夢を見た。 あ窓が開いてしまったんだみたいなことを言うんですね穴を開ける能力も持ってるからつまり新官となる力を目覚めたわけですね新官となる力を目覚めただから彼はここに残らなきゃいけない人になってしまったんじゃないかなと思うんですねでここでこの村町の名前が丸川町つまり川 つまり七夕の国七夕の伝説におけるこの川中間の川織姫と彦星を分かつ中間の川の場所であり黒板でこのエミさんがね教授がいなくなったって説明をするシーンがあるんですね南丸君に。でこの時に、えー、このね丸神家っていうのがありまして一族ありましてねと、えー、で南丸君がいるでしょうとそして教授がいるんだよってつまりここは丸神の里で えここでつながってるんじゃないかっていうところにここで丸をシュッて書くわけですよ。つまりこの丸神の里もおそらくこの世界この地球上この日本の中で窓の外の空間なんじゃないかなって思うんですね。つまりそれを守ってる。この丸神のの丸里っていう土地全体が一種の異空間的に な立ち位置っていうかねこの物語の構造上そういう立ち位置で、えー、こ,こ,この村全体をそういったパワーを持った村になってて悪夢を見たのに村を出るの怖くないんですかみたいな話をするんですけどもおそらくこの丸上町っていう土地とこのパワーが密接につながってると思うしここを出るっていうことはまた、うんまあ、ある種何かしらのリスクなのか問題みたいなものを抱えることになるのかなとそういうふうに思ってます。 でちょっと話戻しますけどもその元々の、えー、当主っていうのが、えー、丸神正頼ですねで、そしてこの正頼っていう名前を2つに分けてるのが、えー、教授の正美さんとまさに美しい正美さんと山田孝之の頼之ですねだから当主の力っていうのがおそらくこの2つが、えーまあ、鏡美鏡都しの存在のように力が分け合っててここが対峙するキャラクターになってるのかなこの正美 vs えー、よりゆきみたいな構図にもなるのかなとか東丸さんが手が届くものの力を持ってる人っていうのは私は6人知ってる南丸くんを入れて6人知ってるいや5人だって言い換えるんですねつまり6人いるんですよ。でこの6人誰かなって数えるとまず南丸くんそして、えー、教授のまさみさん、えー、山田孝之のよりゆきさん えー、あとこの今い,る今いる村の一番偉い人名前ちょっと忘れちゃうたけどおじいちゃんみたいな人あと東丸幸子さんのお兄ちゃんこれで5人なんですね。でもう一人が出てきてないつまり能力者がもう一人いるはずなんですよ。 いるはずなんだけど出てきてないで物語とか事件にも関わってなさそうだじゃあどこにいるんだろうでも一度六人って言い換えて五人って言い換えしてるってことはもしかしたらもう死んじゃってるのかなって思うわけですねそうするとこの東丸ちゃんあ東丸幸子さんのおそらくお父さんが能力者だったんじゃないかなって思うとこのお母さんがいなくなってるっていう事件がこの頼行さんとか、まあ、そのお父さんとか両親に関係する 事件になななってんじゃないかなおそらくお父さんがもう一人の能力者だったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ここら辺のの、えー、謎っていうのがですすね今後関わってくるのかなっていいう,うに思いますでここでお父さんとお母さんの話が関わってくることにもしかしたらこの山田孝之さんがなぜ村の力を破壊しようとしているっていうことに何かすごく重要な,なんか理由があるのかなって思うし。 この物語の中で重要なテーマはこの力を何に使うかっていう話が結構根幹に関わってくるんだろうなと思います、えー、この七夕の伝説っていうのは織姫と彦星がですね当時まこれ中国から伝承してきたま伝説なんですけれども、えー、この織姫っていうのはま女性ですよねで旗織りの女性なんですけれどももともと中国とかでは、えー、女性っていうのは夫に使えるものっていうや 存在だったのでこの何か働くとか自立するっていうのがまあ、ベーシックではなかったらしいんですねだからこそこれは女の子の日とも言われているらしいんですがまあ、女性のある種の理想っていうか希望として旗織り器用で仕事ができる女性像みたいなものが1個のこう神話として存在したんじゃないかと でもそんなかの女の人が男の人と出会って怠惰な生活をしちゃうんですよね2人が。牛いの仕事もしないし働りもしししなななくっっちゃったということでこの織姫のお父さんが2人を引き離してしまって天の川で7月7日の七夕の時に一度だけ会わせてあげるよっていう話になったと。 ま、これが七夕の伝説だから、織姫っていうのはその器用で仕事ができる女性のまある種希望のような存在だったし、それが怠惰な生活をすることで戒めとしてこう引き離されてしまうっていうのがですね。なんともね。教訓じみててね。なんか深い話だなって思うんですね。それが織姫その女の子としてのま、一種の希望や願いとしての存在だったえー。この仕事をしなくなるっていう存在が、この主人公の就職活動。 で、えー、まあ、就職したくないっていう思いがあるのね、主人公がここが七夕のこの、えー、彦星と多分重なる思いなんだと思うんですね要は、えー、好きなことをして働きたくないっていう思いでそういう思いはおそらく彼を不幸な方向へ導く まあ物語としてのね構造になってるんだろうなって思う。でも彼が使い方次第でこんなね地味で何にも何の取り柄もないような力なんだけど、でももしかしたらいい使い方があるんじゃないかな。役に立つ他の使い方があるんじゃないかなっていう話をするんですよ。でここであの東丸さんがそれを聞いてねやめてよみたいなことを言うんだけど、おそらくこの超能力はただ丸く穴を開ける力ではなく、この窓の外に 手が届くものっていうこの力そして、えー、窓を開くものっていう能力を覚醒した時に本当のこの能力の使い方っていうのがまあ存在するんじゃないかなってまず思いますよね彼がねこのゴミを消すって仕事を始めるようとしてるんですよゴアの段階でこのゴミ問題っていうのもすごくこのねその寄生獣とかからも感じるこの社会問題人類生物における環境問題っていうものも えやっぱこう取り込んでくるのはこの作者原作だからなのかなとか、まあ、原作読んでないから分かんないこのドラマオリジナルなのかもしれないけどね本当のこの能力の意図、うんうん、どういった力なのかっていうものを解明されていくし彼がじゃあその力を最終的に何に使うのかっていうところまでいくのかなとかね。 このの物語の最初にカササギが飛んでいくシーンから始まるとこの天の川で織姫と彦星を取り持つこの橋を架けるのがカササギの羽だってて言われているとでこの丸上家のこの旗っていうのがあるんですけどそれはカササギと丸と手。ってなったらさっきの手が届くものと窓を開くものっていうのがやっぱ関わってくると思うしそれが合わさったこの神官っていう存在もまあ出てくるだろうなって思うんですよ。 そうしたらやっっぱりりここののののの中を取り持つものっていうのが結構重要なのかなかと橋だからこの能力とか丸神町のものと窓の外と中みたいな別次元なのか分かんないけどそういったものをこうある種取り持つものつなぐもの一個に調和をもたらすものとしてカササギがあるのかなとか思うとこの主人公がどのように能力を使うのかっていうのが一個大きい何か調和をもたらす。 結果になっつながっていくのかなとかね、えー、考えたり <laughs> で、ね、あと気になってるのがですねこれも全くさっぱりわかんないんだけど、えー、どうもその戦国時代の時に行われたお祭りっていうのが七夕の祭りっていうのは10日間行われたって言われてて現代では7日間行われてて日数が変わってたりもするんでそこはちょっとなんかあるのかなとかあとやっぱりこのお祭りっていうのがすんごく重要だと思うんですよ。でこののお祭りっていうのは えー、要は土地に根付いた神とかに対する信仰だし、まあ、祭事となんで神が存在するはずだと。でここは例えば仏教とかみたいな思想みたいなものとは違うと思うんで何かを奉って信仰してるはずなんですね。でそれがこの神官っていう存在なのかもしれないしもっと具体的に神人知を超えた存在を えこう建て奉ってるのかなって思うとやっぱり宇宙人なのか何なのか何か別の存在みたいなものを彼らは信仰している可能性もあるんで何を信仰しているのかそしてなぜお祭りを行うのかで「お参りくださいお参りください」みたいなことをそのなんか儀式で言ってるんでもしかしたら何かがここに訪れるのかなとかも考えると面白いなとか思ってます。ただおおそらくくこのの祭りっていうのはとんんででもなな重要なんで まあ宇宙的なことか時空を超えたことか次元を超えたことなのか何かそういった現象が最終的に起きたらなんか面白いなとかまあ思いながらまあ見てます。はい でまあ,あと、まあ、今折り返しぐらいだと思いますんで5話でねあとどのような展開をしてどのようにこの終わるのかシーズン2に繋がるのかとかもねもうちょっとまだ全然さっぱり読めないんですけども、まあ、今んとここんぐらい考えるぐらいには楽しめてます、はい、結構面白いです割と僕が好きなタイプのドラマでございましたはいディズニープラスさんあ、えー、ってましたはいありがとうございますはいということで答え合わせで6話7話見たいと思います はい、以上です。面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。興味を持ったら見てみてください。